はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。僕、平昌様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動してさせていただきたいと思います。平昌っていうのは福島県立平商業高校のことですね。綺麗な子が多かったであります。女の子の方が多くてね。私も行きたいな。でちょっと、男子校行っちゃったんですけども、蒲田駅で、高杉康二政治活動に参加してまいりました。現地で蒲田駅で、私見かけてお声掛けくださった視聴者の皆様ありがとうございました。6人ぐらいいたかな、通りすがり。ちょっとの時間だったんですけども、2月12日 NHK スクランブルでも開催いたします。ご参集のほどよろしくお願いいたします。集合場所とかは動画説明欄もっと見るをクリックしてご覧ください。よろしくお願いします。とある公務員さんから情報をいただきました。自治体の随意契約かっこ競争入札なしの契約は全国一律で100万円までと決まっています。委託事業はってことらしいんですよね。東京都も100万円だった。事務契約規則っていうのがありまして、34条の2、例第167条の2、第1項、第1号。これ条例ですよね、条例。普通地方公共団体の規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げる通りとする。工事または製造の請負は250万円まで、財産の借り入れは160万円まで、物件の借り入れは80万円まで、財産の売り払いは50万円まで、物件の貸し付けは30万円まで、全各号に掲げるもの以外のもの100万円まで、いうことで、委託事業コラボが受けた若年被害女性支援事業は6の、以外のものですから100万円まで、で、100万円、101万円、200万円だったらば、必ず競争入札をしなければならない。勝手に決めてはいけないという規則がこちらですね。まあね、規則にあるのに、2600万円の事業をですね、随意契約、入札なしで契約するのは、明らかに規則違反では、あと規則って書いてありますけど、これ条例ですよね。条例。条例で定めた規則ですよね、これね。したら条例違反ってなんじゃないかな。うちのとこは特に、物品購入に厳しくて、ペン一本でさえ、随意契約できませんと。その公務員の方、教えていただきました。ペン一本でさえ、入札したりですね、一番安いとこから買ってこい、って比べたりしてるんだ。コラボに2600万円の事業を、ポイって投げたとはずさん極まりない。規則違反。間違いない。と言っておりました。2018年から、これ以前からかもしれないですけど、記録が2018年から、しか5年前の記録、5年以上前の記録は、どんどん消しちゃってんのかな、ひょっとしたら。何年にもわたってですね、100万円以上、何千万中ね、事業を入札なしにコラボに投げていた、と、福祉保健局の規則違反、条例違反は明らかであります。これ自治体規則違反で逮捕となるかどうかはわかんないんですけども、罰則規定とか、あったら逮捕されますけれども、まあ、条例違反の罰則規定があったらな、これの規則に反したものは、罰金何万円以下、もしくは懲役何年って、迷惑防止条例みたく、ストーカー防止条例、淫行条例みたく、刑事罰あるんですけれども、横領とか、公金の私的流用って見なされたら、刑事事件になるかもしれませんね。あと罰則規定があれば、条例違反、規則違反でも、刑事罰になるかもしれないですね。福祉保健局は7月に解体、再編されるそうですけれども、それまで逃げ切れんのかな。刑事事件ってなったら、解体、再編していて、移動してようが、定年してようが、逃げらんないですよ。捜査の拒否なんか、
できねえですよ。なんつったって警察が行くんですからね。小池都知事は未だにだんまり決め込んでますんでね。小池都知事が噛んでたのは間違いないな、思います。でなければ、無気になって喋るよね。私は関係ない。あそこが悪いよって。知らないよ、あんなのって。無気になっていいよね。そうでなくて、だんまり。決め込んでんだから、まあ、一丁噛んでるのは間違いないと思うんです。事業の性質や目的が入札にそぐわないもの、競争入札にそぐわないものは随意契約できるらしいんですけれども、100万円以上でもね、コラボの事業は入札にそぐわないと決めた文書なり、決めた会議の議事録なりがないのはおかしいんですよ。そんな判断、決め事はなかった。だから都はですね、広報上の契約のあれがあれでって、苦しい嘘を水産省、財務省に行政契約に広報上の契約なんかないよ。で、全否定されてましたけどもね。これこれこういう理由でいついつ入札にそぐわないって決めましたって言えないんだから。やっぱり適当に事業を投げてた疑惑が深まりましたね。明らかに規則違反だし、だって100万円まで、だもん。入札なしで決められるのは。100万円以上は入札しないといけないんだもん。特別な理由があって競争入札は事業の性質、目的にそぐわないって、なったらば、随意契約、入札なしに、事業を投げてもいいですけれども、その痕跡もない。その痕跡があったら言ってるはずだもんね。な、広報上の契約があれがあれでなんて苦しい言い訳してないで。アホやとまたサボり。予算委員会を途中退席。ことの経緯なんですけど、アホ総理にお似合いのアホ秘書官がいまして、マスコミのオフレコですから、報道しませんから、に騙されて、バカだから騙されて、どうせや気持ち悪いと言ってしまう。マスコミ大喜びで大報道。アホ秘書官は、マスコミは敵国のスパイだって分かってねえだな。なんでこんな無知が秘書官になれたんだかさっぱりわかんないですけどね。アホ総理、国民に誤解を生じさせたことは遺憾だ。不快な思いをさせてしまった方々にお詫びを申し上げると謝ってしまう。本当にバカなんだな、この人は。って、改めて確信いたしました。ますます調子に乗っから、パイは1ミリも謝っちゃダメなんだわ。この段は見てみなよ。パイはそれが分かってっから、明らかな落ち度や、明らかなミスや、明らかな悪意にも、やらかしても、絶対謝んないでしょ。絶対謝んないでしょ。パイは。案の定調子に乗った野党がですね、松野官房長官に謝罪を要求、与党はこれを拒否と。調子に乗りまくった野党、予算委員会を審議拒否して退席、またか。松野官房長官、岸田政権は多様性のある、包摂的社会を一貫して目指しており、国民に誤解を生じさせたことは遺憾であり、お詫び申し上げると、結局謝ってしまう。まあ、誤解を生じさせたことについては謝りますってことなんですけれども、まあ、切り取りまして謝罪した。時事通信なんかは謝罪した。差別的発言を見て、伝えてますよ。いつの間にか差別ってなってる。アホ秘書官はですね、どうせはいい、気持ち悪いって、単なる感想とかですね、自分の考え、とか、自分の好みであるものを言っただけで、差別ではないんだな、これ。どうせはいい、気持ち悪いっていうのは、差別ではないんだな。感想、単なる感想ですから。言論の自由やら、表現の自由やらに含まれます。同性愛を気持ち悪く感じるななんていうのは、かえってね、思想心情の自由を保障した憲法違反じゃね。だって、そう思うなっていうのは、制限、思想心情、感想の感情の、まあ、内心の自由ってやつですね。違憲じゃないかな。まあ、そう思っても、そう思うのはいいけど、言っちゃダメっていうのはわかりますけどね。まあ、すっかりね、時事通信は差別発言って、書き換えてますよ。嘘つき、時事通信のやりそうなおったな、姑息な印象操作だな。でも、騙されるんだ、これが。普通の人は。騙されるんだ、これは。で、時事通信の書いたもんを、各新聞社が一斉に、各テレビ局が一斉に引用すんじゃん。騙されんだ、これが。普通の人は。ネットの話、もう春休みか。いいなぁ。野党はサボる理由を探しているだけ。税金改正。
はあ、しょうもな。審議拒否に何らかの罰則を設けろ。退席した分、言及しろ。ボイコットは支持率落とすって、まだわかんないの。時事通信には、野党はとしか書いてないですけど、維新や民民も退席したのかな。立憲共産社民レオの、いつもの連中だけじゃないの、ごねたのは。時事通信はボイコットは票を減らす、支持率減らすって分かってるから、あえて隠したんですかね。いつもの連中でした、みたいな。そうだそうに違いない。私は時事通信に悪意を持ってますから、これ内心の自由ですけれども、私のね、時事通信、まあ、敵であると悪意、敵視してますから、まあ、そうに違いないな。アホ総理、早速2年前に廃案になっていた LGBT 法案、国会提出準備を指示。茂木幹事長、記者会見、自民として多様性を尊重し、包摂的な社会づくりにしっかりと取り組み、性的指向、性自認への理解増進を図っていきたい。なんかかっこいいこと言ってっけど、税金の無駄遣い、新たな利権の未来しか見えねえな、これな。こんなね、かっこいいことを言ったろって欲望が強すぎる自民党。なんなのそれっていう感じですけども。ネットの話、公金中中、アジア48カ国で同性婚可能な国はゼロ。どうやら中抜き利権の目処が立ったみたいだな。秘書官の出現はこのためだったのかと疑いたくなるスピード感。この法律をもとに NPO への公金が注入されるまでがセット。声でかければ簡単に屈する信念がないやつ。これ、アホ総理のことでしょうね。少子化に力を入れると言いながら逆方向にも税金ばらまき。相変わらず中身が見えんけど、何が目的の法律なんだ。自民党がいい格好したいがための、いい人に見られたいがための法案ですかね。一言で言っちゃえば、LGBT の理解を深める法、一体どういうなのか、どういう内容なのか具体的に分かんないですよ。どっかに発表されてますこれ。余計なことばっかやってる感あるな。LGBT 支援で自称 LGBT がいくらでもですね、公金族できるようになるんでないのか。LGBT 夫婦は家を借りにくい。政府が家を用意してやる逆差別であるとか、LGBT だって子供が欲しいとか言って養子縁組を支援してやるとか、それらに関連する社団法人やら NPO の公金族がまた多数発生してね、慰安婦、応募校、困難女性、LGBT でわかる公金族パヨのやり口、まずありもしない弱者を作り出す。その支援の名目で公金を吸う。支援の幅をどんどんと広げて、ますます公金を吸うと。同性婚だって子供が欲しいという声に応えますから、こうやってどんどん事業拡大してっちゃってね。まあこれでしょうね。 LGBT もね、文政権は慰安婦公園、慰安婦博物館なんてもんまで作ってたもんな、税金で。全国の慰安婦像だけでは飽き足らず。代表選挙やれよという共産党職員一筋49年68歳をうるさいですね、秒で除名したことについて、小池晃書記局長、外からの攻撃だったからだ、攻撃されたら党をしっかり守らないと、とへりくつで、正当化。まあ、出版したっていう手段はですね、外からの攻撃であった。なんで党内でまず意見を述べないのかみたいなことを言ってるみたいですけど、49年間いくら意見を述べても、相手しねがったからとうとう出版っていう手段に、訴えて出たんじゃないんですか。この68歳は19歳から49年共産党職員やっていて、今68歳と、大概だなこの人もって思うんですけれども、ネットの話、赤は絶対に異論を認めない、官邸独裁言ってる党のすることじゃねえわ。これが共産党の民主集中性。どの口で多様性言ってるのか。講演されても
反撃してはいけないと言ってなかったか、共産党は笑われていることを自覚すべき。代表選やろうぜっていうのがなんで党への攻撃になるの、いつもは話し合いでって言ってるくせに問答無用で除名と、今日も蒲田駅で共産党の悪口散々言ってきました。私はあのバカでずるくて嘘つきの共産党が大嫌いです。直球ですが、これは内心の自由ですね、私のね。共産党は危険ながら滅ぼすべき、っていう多様性を認めないんだから、こちらもですね、私もですね、連中の価値観など一切認める必要ないですよね。だいたいあいつらの考えってろくでもないことばっかりだしね、反撃すれば軍事力の悪循環に、陥る、軍事力の応酬の悪循環に陥るとか言って、攻撃されても反撃するんだって言ってなかったか、この嘘つき共産党のバカ野郎、嘘つき。まあね、人にはやんなっつって自分はいいっていうこのダブスタがね、パヨの特徴でして、よくそんな考えられない幼稚なことって思うんです。だからパヨはバカじゃないとやってらんねえな、自分らだけは別なのか、あんたらバカって世間に笑われてるよね、代表選やれよ、シーカゾーの独裁やんかって痛いところを使えたんでしょうねこれね、正論をですね、党への攻撃って感じちゃうほどめちゃくちゃ痛かったんでしょうね、ですがその正論を党への攻撃と言い換えて事なきを得たと、得てないんですけど全然。この出来事でですね、なんで他党は全部やってる代表選挙をやらないのという質問は共産党にとってもとっても痛いって判明しました。だって攻撃だって思っちゃうほど効いてるんでしょ、今後は共産党が何をわめいてもですね、 C さんいつまで代表なのって返せば OK、あとお前が言うなもう万能であります。皆様よく覚えてください。共産党がなんか口動かしたなって思ったらお前が言うな、C さんいつまでやるのねこれで、OK です、パヨ語は我々の使用言語と違うっていう実例、市民連合幹部法政大教授山口二郎64歳、野党が政権を取れる体制を作れない限り選挙による独裁体制は続くと。ネットの話、もはや何を言ってるか全然わからない。選挙による独裁って何ですか。選挙による独裁、なんというパワーワード。政治学者名乗ってるようだけど変な信号作るのが仕事なの。自民党も信用されてないけど野党がもっと信用されてないからでは。これは尻滅裂な負け犬の遠吠え。共産党見てごらん、あれが本当の独裁だよ、選挙による独裁。ほらね、パヨ語は一味違うっていうか全然わかんねえ何言ってんだこいつ、イラクのフセイン大統領がですね、選挙をやって 100% の得票したことがあって大爆笑した覚えがあります。あれは独裁による権力、独裁の力による選挙の勝利でした、選挙で勝って権力を得るのは普通の民主主義じゃねえこれ普通じゃねえ。本当の独裁ならね、山口ごときがこんなこと書き込めねえよ。中国みたいにすぐいなくなっちゃう、本当の独裁だったらさ。だから独裁っていうのも嘘だし、選挙による独裁なんてへんてこなへりくつでこねぐり回してんのも頭おかしいし、やっぱりパヨ語は我々とは、ちょっと違うだけじゃなくて全然違うな、理解すんの無理だよな、酒組み交わしても何にもならねえ時間の無駄、というのが私の結論であります。というわけで2月12日デモ参加よろしくお願いいたします。メール党員さんも大募集してありますんでよろしく、お願いいたします。デトックスジャパン。